皆さんこんにちは。こんにちは。今回はゲストの藤井真一プロとプロ3人で備中高原北房カントリークラブを攻略していきます。最後までご視聴のもと高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。あもうやっぱアゲンさん何もなんかフォローだったここまで見たら広くないですけど、あのバンカー越えるとかちょっと右だったらいいんじゃないかな。奥の OB 組のところの突き抜けで303とかしたんで、ただまあアゲンストなんでバンカーの右端ぐらいが、そうですね、今日はいいかなって感じ。何もなかったらバンカーちょっと左でもいいんじゃないけど、あーこれ完璧なんじゃないですか。よっしゃ、あ最高、じゃあ最高。今のは最高。ちょっとフェードしながら最後ちょっと右の風でちょうどいいところでしたね。そうですね。私はバンカー右端かな。ちょっと右でもいいと。ちょっとカードでバーディーで帰ろう。あれ？あ。ナイス。これがいっぱいですけど、感じでしたね。よし。オーケー。あざっ。曲がる気しかせんな。ええー、曲げたいんやったら右広い気んじゃない。またよ。おーなるほど。あー今に当たられるな。よいしょ。うっな、飛んでないよね。ほんまに飛んでないよ。ありがとう。ちょっとシムに変えてみないですか。シムにしたらドロー少ないですか。右って変えてこないから。そうなるよね。ちょっとロフトを上げるかシャフト優しめかっていうのになるでしょうね。ここからボンタ265あるわ。はい。グリーン右手前に木があんねんけど、そこまで233。6番アイアンで。これ100ぐらいに刻みます。246ヤード。とりあえずスプーンでガッチリ行きたいけど、これスライスビャーってなった瞬間 OB になる。これボン先生直伝のちょっとまっすぐに近い球をしたい。ドローとは言わんけ。ちょっと薄かった。手前から。風がよくわからんかったね。マジでわかんない。左京だけ。やっぱ右か。あいつやな。あの風やな。あれやな。やっぱ右は右から。右からのちょい上げか。224ヤード。安定でいきます。ララちょっと届かんかったか。ちょっとやっぱアゲーあるっすね。いいと思いましたけど、ショートサイド外すのをビビってセンター狙いぐらいにしたんですけど、ちょっと風に押されて左手前に外れちゃいました。ちょい弱？ちょい弱ですね。でポロポロって左。そうそうそう。うん、まあまあでもショット打ててるんで。決定感じです。さあ。119、うん、どうよう残るな。119もう3回打たせてもらったら入れます。これがいい。打
何回ミスすんの。ボンちゃん用だねこれ。風も右から上げやし。51で。これは条件整ったな。うん、うん、これはちょっとロードローがいい感じで見えるんですか。はあ。上。わあドロー、やっぱ風ある。ああでも綺麗なドロー。うわ。持ってかれたね。グリーン硬い。今落ちてからすごいなんか5ヤードぐらい左かな。なんか硬いグリーンとやばいグリーンあるなこっち、うん、なんかね、ありますよね。後半の出だしと2ホール目硬くなんかこうやって感じですよね、はい、あれ急になんか、うん、アウマ TV スパンで。そうそう、俺だけか乗ったの。僕ら2段目ですね。ちょっとバンカーの砂が結構ありそうなんで、ここ58度だったらショートしそうなんで、アプローチでと思ったけど、なんかここら辺は柔らかいけどあそこ硬いわ。踏んだ感じが違う。サンドウェッジでいきます。うまい。まあまあ、はい、はい、ありがとうございます。いいか、90度で。ナイス、入れ。ナイス、オッケー。ファーストバウンド硬かったな。うん、ここまで行くんかな、思った。ちゃんとなんかちょうど A ぐらいだったね、コントロールできて。そうね。いや、難しいラインでいいな。難しいラインで。よし、集中して。オッケー、ナイスバー。ナイス。そうです、そうです。優勝したぐらい。ナイス。あら。よう入れたな、今の。あの、富士山系で言ってた大西海斗ぐらいの。よし、いきます。カップ外すぐらいのフックライン、ちょっと上り。はい、危ない危ない。はい、素晴らしい、素晴らしい。これも油断できへんな。ナイス、ナイス、ナイス。ナイスナイス。どうしたか。全員バーディーは良かったんちゃう。あの一番バあのイーグルみたいなのがガッツポーズしてたけど、うん、パーやから。あれ外れたらもうゴルフやめようって言おうと思ったら入った。まだ神さんがやめんないよ。やめんない言うてくれ。あ、よかった。まあもう何もないよ。右のバンカーも関係ないじゃん。うわ、ここからドライバーちょっとええやん。シーズランズが左足上がりと必要ですね。シーズランズからで取り付けてもらって。あ、なるほど。あ、困っちゃう。呼んでいる。左が呼んでいるな。右からかましてください。ハイドロー。あ、でもそっか、右ヒロミか。うん、あの右ドローのバンカー入るんじゃない。ちょっとフォローっぽいし。落ちたワンオンでな。呼んでいる。ダウン、ダウン、後ろ。おー、跳ねたね。あっちなーい。クソを言うた、クソを言うた、今死ねてるわ。ナイス。今、めっちゃ跳ねた。隣の林の中まで入り込むかな思ったら、フェアウェイから射程、ということで射程があのグリーンの左のバンカーからストライプで左足上がりなんで、ちょっと球捕まるんでプラマイゼロでまっすぐの球出るかなみたいな。ちょっと引っ掛けるぐらいならいいけど。
はい。ありがとうございます。ちょっと右行った。ええー、なー。まキス。はい、フェアウェイ。あざっす。ナイス。いや、やっぱ呼んでいたな、あいつ。呼んでいる。呼んでいるよ。まあ、ドライバーで行くだけなんで。呼んでない。大丈夫。まあまあ。飛んでない。どこまで飛んでない。い2日分ぐらいヒヤヒヤした。チーム打ったらじゃあちょっとドローしきらないっていうかもう右出たままって感じですか。うん。右出たままなんで最近はもうずっとチーム打ってなかった。うん。ワンラウンドめっちゃ長いコースあったんですけど、うん、そこを1回もドライバー打たずに回り切りましたから、ね、辛いやつやな。このコースでドライバーないからどこで打つんだよ。いやもうマジで幸運やったわ今の。完全に1回どっか行きました。あでもセーブはセーブ。そうセーブゾーンやってんけど、まあ1回出さなあかん感じになったじゃないですか。まああのまさしさんの射程にちょっとお願いしてたんで高くつくけど、まあしゃあないだろうと。よし、チャンスチャンス。これ、あれ、あ、なんで2個？え、僕の暫定球じゃないですか。帰ってきたんです。あ、帰ってきた。暫定球で。ここにカートに跳ねて、カートに跳ねて、カカーンって、日当たって。あ、そうだ。1球目はなさそう。やめて。1球しか打ってないから。1球しか打てないから。みんな疑うから。てめえどこ？てめえだね。てめえここやな。そのやろうって言ったら。死に。いや、嘘やろ。死に。109、109。ワンオクロック？あ、ワンオク。ハニーハニー。ハニーハニーちゃうよ。風3。じゃあ、4時。よし、きたきた。今からや。I know, I know。103やろ。うわ、103これ微妙やな。グリーン硬い、ボンちゃん。硬なかった、今の。なんか硬かったら3だよな。何で言わせんのじゃ。距離がな、微妙やな。53度で。60度でいきます。フォローが強いんだよね。69ヤードです。普通にサンドウェッジでポーンと。引っ掛けた。引っ掛けた。ちょっと打ち上げだけど難しいよね。なんかこうハーフスイングって引き方が悪い。そうですね。改めてもうパットに入れましょう。バーディーパット打ててるんで OK だ。重っ。下り 11m、 スライスの下りで動かってる。入れたろ。バーディーチャンス入れたら。わー、これ外したらゴルフやめよう。これで終わりにしよう。これ外したら絶対ゴルフやめよう。オーゲル。いい。早く。
ってバーディーとかバーディーパット入れたらいいよ。もういらんやから絶対。え、どんなんでスリーパって。まあまあでもあの世界のああいうことやったらあかんのか。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ藤井真一プロの応援もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。